ありがとうございます。はい、それではクリエイティングビームバージョンオブ VS コードデブコンテナエクステンション Why and How という題名で発表させていただきます。みこと2000です。よろしくお願いいたします。で、まず話す内容としては大きく3つありまして、まず何を作ったかというのと、なぜ作ったか、そしてどんな問題が出て問題をどのように解決したかという3点をここで話していきたいと思います。それでは早速1つ目の何を作ったのかの説明をしていくのですが、その前にちょっと前提知識としてビジュアルスタジオコードデブコンテナ拡張機能というものとデブコンテナーズの CLI という2つのツールについて知っておく必要があるので、まずそれを説明した後、何を作ったかというものを説明するという順番でやっていきたいと思います。まず最初の前提知識がビジュアルスタジオコードデブコンテナ拡張機能です。こちらはドットデブコンテナという名前の設定ディレクトリに記載された通りの開発用のコンテナを起動するものです。で、起動した開発用コンテナにビジュアルスタジオコードを送り込み、その上で動作させます。こちらですね、この図の右下のこれのことです。はい、で、次に開発用コンテナの UI だけをホストに飛ばして、操作はホストで行います。下の図のこの VS コードと書いてある部分です。はい、で、こちら側で操作を行うと、それが VS コードサーバーに伝わって、実際のファイルの操作やターミナルの、失礼しました。失礼しました。ちょっと暴発してしまいましたね。はい、実際のターミナルの操作やソースコードの編集ですね、そういったものはこのコンテナ側で行われるというような仕組みになっています。で、例えば Ruby の開発環境ですね、これをデブコンテナで作成したい場合、この右下のようなファイルを作ります。ドットデブコンテナというディレクトリの中にデブコンテナドット JSON という名前のファイルを作り、そのファイルの中に開発環境の名前と使用するイメージ名ですね、これを指定していきます。このような構成でこのようなファイルを作ると、この例で言うと Ruby 3.3 の開発環境が出来上がるというわけです。はい、で、このデブコンテナ拡張機能を真似したいわけですが、ちょうどいいツールがすでに存在しておりまして、それがデブコンテナーズ CLI というものです。このツールはビジュアルスタジオコードデブコンテナ拡張機能の CLI 版ですね。で、こちらはデブコンテナの設定に沿ったコンテナの起動のみを行って、VS コードの配置自体は行いません。基本的にこちらデブコンテナエグゼックのコンテナ名のバッシュといった形でコンテナの中に入ってバッシュで作業を行うというような形になっています。はい、デブコンテナ、ビジュアルスタジオコードのデブコンテナ拡張機能から VS コードを抜いたものと思ってください。はい、ここまでで前提知識が揃いましたので、デブコンテナ .bim の説明を行います。先ほど説明したデブコンテナズ CLI を使いまして、シェルの代わりに bim を起動するというものです。で、私はこれを VS コードデブコンテナ拡張機能の BIM 版と表現しています。BIM をコンテナに送り込んで、コンテナ内に引きこもって全ての開発を行うための仕組みを提供します。で、BIMRC や Git、Config、SSH といったホストと共通化したいものは、こういったバインドマウントで共通化するということを行います。ざっくりとした処理手順はこの右下に書いてある通りで、まず1がコンテナを起動する、これがデブコンテナ図 CLI の仕事ですね。で、次に DockerCP コマンドで BIM を転送する。で、再
最後に、あれ、失礼しました。はい、最後に、devcontainer.exe で、Vim を起動します。この一連の流れを自動化する Go 言語製のプログラムを作成しました。では次に何を、なぜこれを作ったのかというのをこの2項目で説明していきます。なぜこれを作ったのかといいますと、私は全てをコンテナの中で完結させたかったというのがあります。コンテナのメリットとしましては、まず開発環境の配布が簡単です。特に VS コードを使っている人にとっては、VS コードのデブコンテナ拡張機能があるため、そういった配布がとても楽になります。また、ホストの環境が考慮しなくても良いというのも良いですね。これらのメリットがあるので、私は開発環境をコンテナに引きこもって開発がしたいと思っております。で、これらのメリットがあるのですが、もちろん弱点もありまして、弱点としましては、まあ、コンテナの中で完結しない場合、十分なコーディング支援を得ることができません。devcontainer.vim はこの弱点を補うために作成されています。はい、具体的な弱点について話すため、まあ、一般的にコンテナで開発するっていうと、まずこんな感じの構成を考えますよね、というような構成を説明します。まず、Docker でコンテナを立ち上げて、ソースコードはバインドマウントでコンテナと共通化します。で、その上でローカル OS 上でソースコードを編集して、コンテナ上で実行やテスト、ビルドを行うというようなことが可能になっています。まあ、この構成ではコーディング、テスト、コンパイル、実行は全て問題なく行えるのですが、LSP などのコーディング支援を受けることがうまくできません。コーディング支援を行おうと思ったら、このコンテナで、まあ、これは Java の例ですが、コンテナ上と同じ動作環境を、ローカル OS 上にも用意して、ラングエッジサーバーを用意して、コーディング支援を受けるといったような形で、まあ、コンテナの中に環境があるのに、ホストにも用意する必要はあるんですかというような形になってしまいます。この問題を解決して、まあ、真にコンテナの中に引きこもるというのも、デブコンテナが開発された理由です。で、ここからは先ほどの問題をどうやって解決したかを説明していきます。まず、デブコンテナ .vim の全体構造をおさらいした後、この下2つですね、作るにあたって問題となった弱点2点と、それをどうやって解決したかというところを説明していきます。まず、デブコンテナ .vim の構成の再形です。この図ですが、まあ、かなり省略して書いた図ですので、こちらを、こちらに書き足していきながら、説明していきたいと思います。まず、一つ目の問題ですが、VS コードでデブコンテナを使ってない人にとって、不要なバインドマウント情報を記載しないといけないということです。この図内のオレンジの枠内ですが、ここでボリュームマウントと書かれていますが、まあ、実際に定義の記載を行おうとすると、この左側のような3つのバインドマウントの定義を記載しなければいけません。はい、VS コードを使っている人から見ると、まあ、この3つのバインドマウントは不要なものなので、まあ、Vim 使ってないのにこれらマウントしなきゃいけないんですか、気持ち悪くないですかと言われてしまいます。この気持ち悪さを解消するために新しく devcontainer.vim.json というファイルを使用して、そちらに devcontainer.vim が使用する設定を記述するようにしました。で、それと devcontainer.json をマージして、それをもとにコンテナを起動するという仕組みを作りました。はい、このようにこのように .devcontainer のディレクトリの下に devcontainer.json と devcontainer.vim.json ですね、これら2つを定義すると devcontainer.vim が2つをマージした大きな JSON ファイルを作って、マージ後の JSON ファイルをもとにコンテナを立ち上げるという仕組みです。これにより VS コードを利用する人は VS コード用の
最小限の定義で実行でき、devcontainer.bim を使用する人は、専用の設定がされた定義でコンテナが起動するということが実現できるようになりました。はい、弱点の2点目です。2つ目の問題はヤンクがうまくいかない場合が多いという問題です。VIM がコンテナ上で動いているため、VIM 上でヤンクしてもローカル OS が、そのヤンクした文字列を認識できません。でターミナルでコピーしますと、まあ、このように V スプリットを貫通したり、行番号が含まれたりといった形で、まともな文字列になりません。はい、これでは、ドキュメントにコード編をコピーしたりだとか、まあ、コード編を Google や ChatGPT などに、コピーして、したいといったときに、やるのが難しくなってきます。この問題を解決するために、ホストがコンテナからコピーした文字列、これを受け取れるようにクリップボードデータレシーバーというアプリを作成しました。クリップボードデータレシーバーはホスト上で動作して任意のポートで文字列をリッスンします。そして、文字列をリッスンしたらその、受け取った文字列を OS のクリップボードへ反映するというアプリです。でこの、クリップボードデータレシーバーと、VIM の通信にはチャネル API を介した TCP 通信で VIM のヤンクした文字列をクリップボードレシーバーへ送るというような仕組みになっています。はい、クリップボードデータレシーバーを起動した後 VIM からテキストデータを受け取り OS のクリップボードに反映する、まあ、そこまでの流れをこれから説明していきます。まず、devcontainer.bim がクリップボードデータレシーバーを起動します。で、クリップボードデータレシーバーが起動すると、自身がどのポートで待ち受けているかというのをポートファイルに、書き出しますので、そのポートの番号をもとに、VIM スクリプトで、チャネルを介して、文字列を転送するという関数を作成します。はい、ここのポート番号がここのポートに、書き換わって、この関数が作られるという感じですね。はい、で続きまして次に、dev コンテナが起動したときにのみ有効なマッピングファイルを作成します。でデフォルトではこのような形で、先ほど作った関数ですね、先ほど作った関数を呼び出すためのマッピングが定義されているものが作成されます。はい、続いて先ほど作った関数のファイルとマッピングのファイルですね、これを DockerCP でコンテナへ転送します。で転送したファイルは VIM の -S オプションですね、これを使って VIM に読み込ませることで先ほど転送したこの関数とマッピングがコンテナ上で使えるようになります。そしてこのデフォルト設定ですとダブルコーテーションのレジスターの文字列をクリップボードデータレシーバーへ送る、でそれが最終的に OS のクリップボードに反映されるということになります。はい、でこのような形で、クリップボードの連携を行うことで、ホスト OS で、VIM がヤンクしたデータを認識できるようになりました。はい、でここでまとめですね。VIM と Dev コンテナをインテグレートするツールを作り、Dev コンテナに引きこもって開発を行えるようになりました。2つの問題を解決することで実用化に至りました。はい、こちら、数ヶ月自分で使っていますが、たまにクリップボードデータレシーバーの起動に失敗する、してコンテナ立ち上げ直すということがあるくらいで、かなり満足して使えています。で2つ目ですが、2つ目が
まあ、何らかの環境に Vim をインテグレートするというのは難しいけど可能ですよというところですね。はい、コンソールアプリですので、まあ、基本的にはいろんな環境で動くことができます。また -S オプションで、まあ、インテグレート対象専用の処理をその場で埋め込める。そして、まあ、チャンネル API を使いますと、まあ、Vim からインテグレート対象とか Vim からホストへの連携ということも可能になってきますので、こういったものを組み合わせるとうまくインテグレートができるのかなと思います。最後に、Dev コンテナと Vim の今後ですが、現在 Vim のアップイメージを使って、実行しているのですが、まあ、これをアップイメージではなくスタティックリンクのバイナリを使うようにするとアルフィンイメージでも動くのかなといったようなことが考えられるので、ちょっとこれ試してみようかなと思っております。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。